今日は実況西岡明彦、解説は福西崇史さんでフレンドリーマッチの模様をお送りします。ムバッペ、アントニー・マルシャル、フェリペ・アンデルソン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ムバッペ、バドゥ・ヌディアエ、ティアゴ・アルカンタラ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ハリー・ケイン、バドゥ・ヌディアエ、アントニー・マルシャル、ハリー・ケイン、キーパー弾く。このゴールは追撃への大きな一撃になることでしょう。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。別のアングルからご覧ください。バドゥ・ヌディアエ、アレクサンダー・セルロート、ここから先の出しどころに苦労している様子です。固いディフェンスに攻めあぐねています。ルーズボールです。ボールはどっちだ。アントニー・マルシャル、マルシャルが決めた。やはりこの人は物が違います。キーパーは反応できません。素晴らしいフィニッシュです。あの状況からボールを浮かしてくるとは想定していなかったのかもしれませんね。バドゥ・ヌディアへ、チアゴ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、アルカンタラ、決まったも同然だ。エンバペが決めた。さすがですね。実に見事です。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。こちらのカメラからの映像です。バルセロナのリードで試合が再開されます。このままバルサ勝利といきますでしょうか。サポートの選手がいます。ボールがこぼれた。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、鮮やかなボールタッチ。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対2。さあ後半開始です。アントニー・マルシャル、ハリー・ケイン、ムバッペ、
両チームのサポーターが歓声を上げています。面白い試合を期待しましょう。アドバンテージが FC バルセロナに取られています。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。ティアゴ・アルカンタラ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ。ヘッドで押し出して一旦落ち着きます。ミリンコビッチ・サビッチ、ゴールだ。おっと、これでバルセロナが2点のリード。ジョアン・ペレイラ、バドウ・ヌディアへ。ムバッペ、ハリー・ケイン、ムバッペ、入った。これはナイスシュート。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。バルセロナが止まりません。さらに点差を広げています。このチームが攻撃の手を緩めるとは思いませんね。さらに点を取りに行くと思います。バドウ・ヌディアへ。主審がフリーキックを与えます。うまく読んだインターセプト。アレキサンダー・セルロート、判定はフリーキックです。どちらが打ってくるのでしょうか。まだ続いています。アントニー・マルシャル、アルカンタラ、フェリペ・アンデルソン、アントニー・マルシャル、見事なコントロール。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。ジョアン・ペレイラ、ボールがこぼれる。タイムアップ、ゲーム終了です。フレンドリーマッチとして組まれたこのゲーム、予想に反して素晴らしい試合となりました。こんにちは。今日のフレンドリーマッチ、解説は福西崇史さん、実況は私西岡明彦がお送りします。フェリペ・アンデルソン、ムバッペ、アルカンタラ、サポートを使うか。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。アントニー・マルシャル、ムバッペ、ムバッペ、キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。フェリペ・アンデルソン、アントニー・マルシャル、
ダニーロ・ペレイラ、ムサ・マレガ、セルジオ・オリベイラ、ティアゴ・アルカンタラ。ここはインターセプト、しっかり予測していました。待ちに待った試合開始ですね。ええ、いよいよですね。熱い試合を期待しましょう。セルジオ・オリベイラ、アントニー・マルシャル、ハリー・ケイン。ケインが決めた。格の違いを見せつけます。美しいゴールが決まりました。テクニックを見せてくれますね。はい、今のシュートはなかなかの技術がいりますよ。何よりも冷静でしたね。ムバッペ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。セルジオ・オリベイラ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、このパスは読んでいました。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。後半戦の開始です。流します。バルセロナに対してファールがありましたが流しました。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。フェリペ・アンデルソン、ハリー・ケイン、アントニー・マルシャル。ボールがこぼれました。クリアできるか。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。セルジオ・オリベイラ、このパスはカットされました。 FC バルセロナのアドバンテージを見ています。止めた。1対1のピンチでしたが、これを見事にストップ。これは助かりましたね。アントニー・マルシャル、ダニーロ・ペレイラ。狙ってきたぞ。アリソンのセーブ、まだインプレーです。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ムバッペ、ムサ・マレガ、アレックス・テレス。ルーズボールになっています。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ハリー・ケイン、ダニーロ・ペレイラ。アントニー・マルシャル、ハリー・ケイン、前に出しましたが気を抜けません。キーパー反応した。ボールを弾く。セルジオ・オリベイラ、ダニーロ・ペレイラ、ゴールが決まった。これは一瞬ヒヤッとしたかもしれませんね。ティアゴ・アルカンタラ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、パスをカット。いい読みでした。ティアゴ・アルカンタラ、オフサイドです。試合を左右する判定となるかもしれません。レフリーのホイッスルが鳴って、ここでタイムアップ。試合が終了しました。福西さん、
今日のフレンドリーマッチいかがでしたでしょうか。はい、このチームの攻撃に対する意識ですね。これを見せつける形になりました。やはり強いです。今日はフレンドリーマッチの模様をお届けします。実況は私西岡明彦、解説は福西崇さんです。アントニー・マルシャル、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ムバッペ、ハリー・ケイン、サイドへパスを出します。ここはボールがラインを割りました。どうしましたか。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ハリー・ケイン、ダニーロ・ペレイラ、ムサ・マレガ、バルセロナのスローイン、うまく読んだインターセプト。面白い試合になりそうですね。ええ、これは目が離せませんね。抜群の存在感、ペペ。チアゴ。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ。ルーズボールになった。セルジオ・オリベイラ、抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ハリー・ケイン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームは後半が始まります。サイドへパスを出します。スピードのないシュートでした。アルカンタラ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ムバッペ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、うまく読んでいましたね。エメリック・ラポルト、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、素晴らしい読みでインターセプトしました。ハリー・ケイン、オフサイド。チャンスにはなりません。ダニーロ・ペレイラ、アルカンタラ、
アントニー・マルシャル。見事な弧を描きましたね。完璧です。ダニーロ・ペレイラ、アドバンテージが FC バルセロナに取られています。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ。アルカンタラ、これは見事に奪いました。ダニーロ・ペレイラ、ボールを失いました。ムバッペ、アレックス・テレス、アルカンタラ、チアゴのパスはカットされました。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。ハリー・ケイン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、フェリペ・アンデルソン、止めたが抑えられない。さあどうなる。ムバッペ、バルセロナが同点引き分けという選択肢には目を向けるわけにはいきません。攻撃に出ます。バルセロナドローとなって90分終了。この後延長戦へと入ります。勝負は延長戦へと入ります。気持ちと気持ちのぶつかり合いです。ここでティームの動きが攻撃に切り替わる。セルジオ・オリベイラ、ハリー・ケイン、ペペ、セルジオ・オリベイラ、ヘスス・コロナ、FC バルセロナのアドバンテージを見ています。アントニー・マルシャル、ムバッペ、ハリー・ケイン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、キーパー弾く。ゴールです。チャンスを見逃しませんでした。反応が素早かったですね。ああいうボールをものにできるとチームは助かります。延長後半15分の開始です。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。トビー・アルデル・バイレルト、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ハリー・ケイン、ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。ペペがピンチを振り払った。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、セルジオ・オリベイラ、審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。試合終了です。福西さん、どうご覧になりましたか？
にちは。実況は私西岡明彦、そして今日は解説に福西崇史さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。福西さん、よろしくお願いします。それでは試合をお伝えしていきます。ムバッペ、ハリー・ケイン、ボールがこぼれている。タラス・ステパネンコ、守備が軽かったですね。決めに来た、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。別のアングルからご覧ください。アントニー・マルシャル、味方を使うでしょうか。ここはサポートがあります。あっとこぼれた。マルロス、アラン・パトリキ、2014-15 年シーズンのバルセロナは国内リーグとカップ戦も制覇、ウェファーチャンピオンズリーグ優勝。マルシャル、マルシャルが決めた。いやー、さすがですね。キーパーの位置を見て左を狙いましたね。恐ろしいほど冷静なフィニッシュです。タラス・ステパネンコ、見事なテクニック。いやー、見せてくれますね。ティアゴ・アルカンタラ、ハリー・ケイン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、味方がサポートに来ます。ナイスディフェンスです。マルロス、当然狙う、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ムバッペ、シアゴ、アントニー・マルシャル、味方に出すでしょうか。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、セルゲイ・クリフソフ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。パスをサイドに送ります。これはゴールキーパーの手の中へ。タラス・ステパネンコ、タイソン、前半が終了しました。スコアは3-1、2点のリードで、さあ後半キックオフです。ハリー・ケイン、素晴らしい読みでインターセプトしました。タラス・ステパネンコ、マルロス、やりました。クリアすべきでしょう。フェリペ・アンデルソン、ムバッペ、ハリー・ケイン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ここはディフェンスが対応します。フェリペ・アンデルソン、マルロス、
リー・ケイン。これは見事に奪いました。ケイン、ハリー・ケイン、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、見事なパスカットです。アルカンタラ、アントニー・マルシャル、アラン・パトリキ、今日は楽しみなカードになりました。解説には福西崇史さん、実況は私西岡明彦でお届けします。試合が始まるのが待ちきれませんね。今日はよろしくお願いします。ハリー・ケイン、キーパーがクロスボールを弾き出しました。フェリペ・アンデルソン、打つしかない。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。前方に運びました。素晴らしいタックルです。ボールを外に出してしまいました。これはどうしたんでしょうか。アラン・パトリキ、福西さん、バルサは長くユニフォームにスポンサー、ケイン、ケインが決めた。チャンスを見逃しません。ハリー・ケイン、ここは見事にゴールを決めてみせました。何かを持っている選手ですね。Hello? タラス・ステパネンコ、アラン・パトリキ、タラス・ステパネンコ、ムバッペ、ハリー・ケイン、ここはインターセプト、しっかり予測していました。タラス・ステパネンコ、シュートを打つしかない。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。バルセロナの情熱は届くのでしょうか。試合が再開されます。イスマイリ、タイソン、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。フェリペ・アンデルソン、頭で入れました。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。ハリー・ケイン、前半終了です。スコアは2対2。前半からスコアが非常に動く、試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。うまく読んだインターセプト、
ボールを失います。ムバッペ、アラン・パトリキ、ハリー・ケイン、ナイスディフェンスです。無理につなごうとすると危ない場面です。ここは安全にクリアしました。すぐにボールを戻しました。ムバッペ、キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。スピードのないシュートでした。エメリック・ラポルト、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ハリー・ケイン、ムバッペ、ディフェンスの選手が止めた。スローインでの再開はバルセロナボールです。ムバッペ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ルーズボールになっています。このカットは大きい。しっかりと奪いました。アラン・パトリキ、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ。サッカー人気はどこの国でもすごいですね、福西さん。はい、サッカーにそれだけの魅力があるということでしょう。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、味方がサポートに来ます。サイドのスペースを使います。クリアしてピンチをしのぎます。サイドへパスを出します。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。フェリペ・アンデルソン、アンデルソン、ゴールが決まった。これはもうあそこを抜けたというところで勝負あったのではないでしょうか。試合時間も残りわずかで驚きのゴールが生まれました。ただただ唖然です。これは失点した方も精神的にきついでしょうね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。アントニー・マルシャル、タラス・ステパネンコ。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意に留めましたね。試合終了、バルセロナ勝利です。強さを見せました。素晴らしい戦いでしたね、福西さん。力で劣るチーム